んですけど、ここあれなんですよね、音楽の楽器の体験もできるっていう。そう、体験、ヤマハさん、大東楽器さんの、展示ブースやねんよね。そこをちょっと曲がりさせてもらって、まあ、山田さん、実行副実行委員長やけど、なんかあんまり活躍してないみたいな、この場所をちょっと使ってっていう感じでさせてもらってます。それで今日ここでね、させてもらって、そうそうそう、まあ、見てくれるからね、この方が。まだ来てないからちょっとちょうどよかったかなと思って。じゃあ次、この演奏が終わったら次、京子さんが出てくださって、そうそうそう、どん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 いろんな演奏が出てこられるので、最後までね、見ていただけたらなと。そんなわけでね、はい、よろしくお願いします。はい、行きました、はい、では、飛び入りさせてどうぞよろしくお願いします。こんにちは、あの、図書館に本返しに来たら素敵なイベントやってて、ありがとうございます。一曲歌いたいと思って、ちょっと飛び入りさせてもらいます。山本です。よろしくお願いします。ナイスフィンジ君、ギターありがとうございます。普段はですね、長屋公園っていうところでたまに歌ってまして、大東の方にはですね、彼女が付き合ってる、彼女が3年付き合ってる彼女がいまして、ちょっと遊びに来るんですけども、図書館の本を返しに来て、したわけです。一曲聴いてください。阪神淡路大震災の時によく聞かれた川島英吾さんの生きてりゃいいさ。
がとう、僕もありがとう、もう会えないあの人に、ありがとう、並みぬ人にありがとう、今日まで僕を支えた情熱に、ありがとう。生きてないさ、生きてないさ、そうさ、生きてりゃいいのさ。喜びも悲しみも立ち止まりはしない、ありがとうございました。